びっくりする。ほら、ほら、ピュッてなったでしょ。で、スローで言うと、もう一回ここね。ほら、ほら、変わった。こうやってさ、ちょっと動いたの。え？ちょっと動いたの？こう、こう言って。で、これがこう、ピュッてもう。ないけど、私はないけどな。こう言ってさ、ちゃん。はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。ポチコです。ポチコです。先ほどのギャー言おった分ね、63万回再生、ご視聴いただきました。まず最初にありがとうございます。ありがとうございます。またね、多くのコメントも、いただいて、はい、まだ返せてない分もあるんですけども、うん、ありがとうございます。ここは本当ね、実体験、はい、やらせなし実体験ですで、この前かな、はい、には、実際もう一回行ってみたっていうね、うん、検証動画。うん、で、その分は、ポチコさんが、こう、ポチに質問する感じの形式で、うん、実際、どうだったっていう、顔見たんだろうとか、うん、まあ、この動画には映ってないんですけど、その女性の動画の顔、うん、実際ポチは見たんやろうとか、うん、どんな顔だったみたいな、うん、見たな、みたいな感じだったみたいな、うん、をお伝えさせていただきました。うん、そちらの方も、まあまあ、ね、再生数もあとコメントも来てます。うん、はい、本当ありがとうございます。で、今回は第3弾ということで、まだあるんかっていうんでなしに、まだあったんですけど、ご視聴者様から、はい、コメントいただいた中に、うんうんうん、2分3秒。2分3秒。と、もう一個スロー再生でもう一回って勝負が2分11秒。うん、2分11秒。これまあ前後するかもしれないので、ちょっとまあ例えば2分3秒というと2分2秒。まあまあ。お使いのね、環境とかインターネットの環境等でちょっとタイムラグがあるかもしれないので、2分2秒でも3秒でも。うん、2分ぐらいから見てくれて。で、まあその続きで2分11秒ぐらいに、11か12秒ぐらいにスロー再生で行った部分。うんうん、でも、女性の髪がね、ピュンって、長さ変わってますっていうコメントいただいたんですよ。そうなん、すごい見ていただいてありがたいです。そう、ありがたいです。ほんまに気づけなかったけどな。包丁も、その職場だったかな。うん、職場で一人見るのどうかなと思いながら、まあまあ、軽いノリで見たんですよ。うん、そしたら、ほんとね、変わっとったんで、びっくりして、うんうん、それで、うわ、これ、ほんまのホラーやんと思って、うん、それをポチコさんに伝えて、で、先ほどね、ノートパソコン、うん、で、我が家にあるノートパソコンで、もう一回確認したんですけど、まあ、ポチコさんがね、思うには、うん、こうやって、ちょっとこうなったとか、風吹いたとかでな、うん、ピュッて上がっただけやって言って、いいよんやけどね。ちょっとこの上がり方がね、自分っていう感じなんで、うん、まあ、ちょっと私も髪の毛がないもんで、これ再現できないけどな。でもこう、なんかでこう、絶対ピュってこう、あげたぐらい。どう思うよ、どう思う、どうでしょう、皆さん。うん、ね、またこのこれを見たのご意見いただけたらなと。そう、皆さんの温かめのコメントでね、うん、お待ちしております。ポチコ上がっとれないか、言う人もおったり。うん、いや、このポチコさんの言う通り、こうやって、こうやってしただけやん。ポチコ、お前、お前ビビリやんって、そういうのも構うので、またコメントをね、はい、いただきたいなと思います。うん、お願いいたします。はい、最後までご視聴いただき、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。またね。バイバイ。バイバイ。